市民病院は滋賀県森山市にああるる医療機関である森山市病院事業の設置等に関する条例により設置された私立の病院である。1972年2月に前身となる医療法人おかみ会森山病院が開院し、1982年4月に法人立の経営を森山市に移管して私立の病院になった。移行当時は 病床数155床で、内科、外科、整形外科、小児科、産婦人科、脳神経外科、皮膚科が設置され、人工透析は10床だった。1989年以降は、形成外科の新設や、検診業務の推進が図られたが、分娩件数の減少や高齢化の対応によって1993年10月に産婦人科を廃止して、 滋賀県発の療養型病床群病棟を開設した。また、施設全体に境外化や老朽化が見られること、快適面や衛生面の観点から改善が必要になったことから1991年から改修の検討に入り、1995年に同所での建て替えを決定、1996年から建設に着手し、1998年6月に、 竣工した。この改築で人工透析の病床が増加され、病室内のトイレや病棟ごとの浴室が設置されるなど快適な医療環境を目指し、耐震構造として安全な施設となった。また、1999年6月に別館の改造工事が竣工した。建物の整備後は2000年に策定した運営計画に基づき、眼科の開設、土曜日の会員、 二次救急や小児救急の医療体制の整備が行われてきた。2017年9月12日には、森山市の宮本和弘市長は累積赤字が18億円を超える森山市民病院につき、社会福祉法人恩師財団再生会へ経営移行することを正式に発表した。2018年4月から15年間の指定管理の後、2033年に上とする方針。 ありがとうございます。